皆さんこんにちは。今日はレンリで PIC16F88 の CPU に拡張の IC ですね、こちらをつけて、IO の増設をしていきたいと思います。で、今こちらのラダーですね、実際に拡張機能を追加したラダーとなっております。で、今通常の接点が X の0、X の1、これはポートの A の0番目のビットや1番目のビット、こちらにつながった接点になります。こちらを使って、今それぞれ拡張した MCP23008 の IC の出力ですね、こちらに、出力するというような形、 LED をつけたり消したりということで、出力しております。拡張のデバイスについては Y の8番から Y の F 番、それから Y の18から Y の 1F といったような形で、8番から F 番のビットが拡張デバイスとして追加したものになります。で、あと入力として使いたい場合についてはこのような形で、X の8、X の18、X の28 といった形で指定していただくと拡張の素子、こちらを入力として使うことができます。基本的には入力か出力かといった形で使用します。で、ラダー上からはこのように X の8から X の F や Y の8から Y の F と指定するのですが、必ず CPU の設定で拡張機能を使用する場合は拡張ありとチェックを入れてください。拡張ありをチェックすることによって、今外部のですね、MCP23008 こちらと通信をして、IO 拡張を行うことができます。こちらを利用する場合には IO 拡張用のライブラリー、エクスパンダー IC 用のライブラリーが必要になりますのでご注意ください。で、今回の実際、こちらのラダーを動かしたその動作画面、ご紹介いたします。こちら左下が 16F88 で、それぞれ、スイッチ、X の0と X の1につながってるよ。で、それから I2C の通信、こちらをそれぞれ拡張素子、こちらバスでつないであります。で、抵抗については1キロオームでプルアップした状態で、通信をしております。で、それぞれですね、今0番、1番、2番、3番、4番と書いておりますが、これは IC、拡張素子のところのアドレス、こちらを番号として設定しております。この NO0 ですね、 X の8から X の F についてはアドレスが0番、すべてプルダウンですね、になっております。で、ナンバー1、X の18から X の 1F についてはこちらの方アドレスが1番ですね、アドレスの0番目のビットがハイ、プルアップ、その他がプルダウンといった形になります。基本的にはこのアドレスのプルアッププルダウンでアドレスを設定するという形になります。で、実際に動かしてみたいと思います。今こちら CPU につながっているスイッチを押すことで、それぞれ拡張につながっている LED を制御しますよ。それとともに、今回拡張につながっている入力ですね、こちらをスイッチを入れるグランドに落とすことによってスイッチの信号を入れる形になりますので、今0番を入れるとすべて LED が消えるよ、2番を入れてもすべて消えるよといった形ですね。で、3番こちらを入れると3番を入れてもすべて消えるよ、1番こちらを入れてもすべて消えるよ、で、最後4番こちらを入れてもすべて消えるよといった形で、こちらプログラムの方ですね、作っております。こちら今スイッチ、拡張のスイッチいずれかを入れると M0 が入って M0、 こちら通常は切れているんですが、これが入ることによって、LED がすべてつくという形になります。
以上です。